全日空松山沖墜落事故。全日空松山沖墜落事故は、1966年、昭和41年に発生した全日本空輸が運航する国産旅客機 YS-11 による墜落死亡事故、航空事故である。なお1966年には、日本国内において旅客機の墜落事故が多発しており、この年5回目の事故であった。 また全日本空輸にとってもこの年2回目の墜落事故でもあった。そして当時の運輸省による事故調査委員会は本件に関する救命調査を行ったが、最終的に事故原因の特定に至らなかった。1966年11月13日、全日空533便として運航されていた日本航空機製造 IS-11 機体記号 J8658、JA、a は大阪国際空港から松山空港へ陸側から着陸しようとした。当日は雲が低く垂れ込めていた上に霧雨が降っておりあまり天候が良くなかった。その上、当該機は当日のダイヤが乱れていたことで松山空港の当時の運用終了時間である午後8時を過ぎて知った。このため、 松山空港滑走路の照明が再点灯されるのを待つために広島県の呉市上空から向かわずに山口県の岩国市上空を経由して時間稼ぎをしたため少し遠回りしていた午後8時28分になり着陸したが滑走路1200メートルの半ば滑走道端から460メートル地点付近に設置してオーバーランの危険が生じたために 着陸をやり直す着陸また行を行った。ところが、フラップと試客を格納した533便の上昇は、通常より鈍く、高度230から330フィートまで上昇した後、高下に転じ、左旋回の姿勢のまま、松山空港沖 2.2km の伊予灘、瀬戸内海に墜落した。この事故で、運行乗務員2名、客室乗務員3名、 乗客45名の計50名全員が犠牲になった。機体は海面撃突時の衝撃で粉砕されていた。なお、事故機は製造番号2023号機、通算23番機で、この年の5月6日に初飛行し5月28日に全日空に引き渡された機体で事故までの飛行回数1076回、飛行時間1068時間25分であり、 約半年で墜落したことから航空会社に引き渡された YS-11 としては最も短命であった。当時は旅客機にブラックボックス、コックピットボイスレコーダーとフライトデータレコーダーを搭載していなかったこともあり、事故調査委員会は墜落原因を特定することができなかった。調査報告書は 速度計の誤読あるいは故障等の推測原因を検討した上でパイロットのミスを示唆している。当初、松山便ではフォッカー界27フレンドシップを使用する予定だったが、機体のやりくりはつかず予約客が多かったために大型の YS-11 へ機体が変更されていた。その結果、事故機の機長は当初の予定に入っていなかった。 運行のために操縦桿を握ったことから過労気味で、あたとされている。そのため着陸復興を余儀なくされたというものである。また、機械の構造欠陥や故障が発生した痕跡が発見されず、操縦席の風貌についた水滴もしくは、ケーキの孤独のために操縦ミスした可能性も指摘されたが、これは操作手順に区分遅れがあったためである。事故原因については、 様々な憶測が出たものの、最終的な判断は出せなかった。事故機の機体の95%が回収され、この事故調査では様々な面で検証が行われた。機長の操縦席に副操縦士の鼻毛が付着していたため、副操縦士が機長席に座っていた疑惑があったが、大阪で機長が機長席に座っていたことを整備士が目撃していたことから、 墜落時の衝撃で副操重視の顔面が基調席のケーキに激突していたと断定された。また運行乗務員の遺体の血液からアルコール反応があったため飲酒していた疑惑もあったが、後に条件さえ揃えば死亡後血液がアルコール発酵することが科学的に証明されたため、この飲酒疑惑はないと判断された。柳田国夫によれば、 航空局の奈良林1一首席飛行審査官は、片方のプロペラ、イギリスダウティロを取る車線がエンジン本体から大きく離れたところで発見されたので、事故機のエンジンの一つが停止もしくはプロペラが破損脱落したために上昇姿勢が維持できなくなり墜落したと主張したが、採用されなかったという。事故の発生した1965年、昭和40年前後には、 関西圏の新婚旅行先として、松山の道後温泉が選ばれることが多く、また当日は日曜日で、大安吉日でもあり、新婚旅行に向かうカップルが12組、24名と、犠牲者の半数近くに上っていた。このことは世間に強い衝撃を与えた。その上いずれのカップルも、婚姻届の提出を済ませておらず法的には夫婦で、なかったため、 航空会社と遺族との損害賠償交渉が難航した。これを受けて法務省は婚姻届を早期に提出するように励行する広報を出した。また犠牲者の中には海流に流されていたいが発見されなかったものが少なくなかったため付近の海域で採れた海産物に風評被害が生じて一時期売れ行きが悪かったという。なお、本事故の犠牲者を悼む慰霊碑が 松山市の正宗寺に建立されている。滑走路が仮に2000メートル程度あればそもそも着陸復興する必要がなく、事故も起きなかったと考えられたため、事故を契機に松山空港をはじめとする地方空港の滑走路の拡張、拡幅工事が進められることなり、松山空港も現在では海面を埋め立てるなどして、滑走路が2500メートルまで延長されている。 この松山事故を受けた事故対策として策定、実施された地方空港拡張事業が図らずも地方空港のジェット機による旅客便発着を可能とする効果をもたらすことともなった。事故から2日後の11月15日、各方面のヘリコプターが遺体捜索を行っていたが、松山空港北方の愛媛県北条市、現在は松山市淡井沖において、 大阪府警のヘリコプター青空1号、ベル 47G 型機、機体機号 JA7062 と全日空のヘリコプター、ベル 47D1 型機、JA7012 が正面衝突し、双方の操縦士ら4名も犠牲になった。双方とも捜索に集中する、あまり気づくのが遅れたと見られている。なお、警察機関が導入したヘリコプターで、 初めての自己喪失であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。